このコーナーでは、初心者の方に、分かるようにその板に乗るそのレクチャーをしてもらいたいと思っております。今回の講師は、こちら、小口優太店長でございます。よろしくお願いします。はい、まずサーフボードに、はい、立つっていうのがみんな、はい、難しいと思ってるんですよね。はい、それを位置からレクチャーお願いします。立ち方です。はい、分かりました。まずですね、ちょっとセンターラインをさせていただきます。はい、いいですか。ちょっとこんな簡単なあれですけども、私も知ってます。そうですね、一緒にちょっとやっていきます。はい、でまず簡単にですけど、はい、レギュラースタンスっていうのがありますね。それは左足が前で右足が後ろ、右バッターということですね。まあ、そうですね、はい、右バッターの方と、はい、逆の右足が前で左が後ろ、イチロータイプですね。そうです、これをグーフィーと言いますね。グーフィー、僕の場合は右足が前、これがグーフィー、こちらがレギュラー、左足が前と、はい、で、まあ、その基本的なその立ち方、重心っていうのをちょっとこれからやっていくんですけども、はい、足を真正面向けてみてください。はい、はい、ここから前の足をちょっと開いてみてください。はい、そうすると真ん中重心がちょっとだけ後ろになる。これがサーフボードに乗る時の基本的な重心の置き場所になります。ちょっと後ろ、気持ちだけ後ろですね。ほぼセンターなんですけど足を向けたがためになる、はい、ちょっとだけ後ろ、はい、はい、でこれで乗っていくわけですね。はい、まあ、もちろん応用として前にしたり後ろにしたりすることもあるんですけども、基本的にはこの位置だと思います。はい、でそのまま腰をグッと取ります。はい、でここで大事なのはこの膝にしっかりためを持つこと。はい、このクッションですね、水にこう浮いてるだけになりますので、ちゃんとクッションを用意して目線は前へと回ります。はい、この状態に寝ていて一発でポンと立たなきゃいけない。それが難しいんだ。そうなんですね。ね、はい、この陸上やったら簡単なんですけど、このね、海やったら安定がないからね。はい、でそれをこうやっぱり初心者の方は陸で練習をしていただきたいんですよ。はい、それってやるよりね、立ち方を、はい、はい、